4月19日水曜日、今日はいいキュウリの日らしいですよ。キュウリ、キュウリ大好き。キュウリに主役かってすごいですよね。え？キュウリに主役ってすごいよね。主役？うん、主役だって。あ、なるほどね。キュウリの日だからってこと。そうなるほどね。確かに。うん、ASP さ、なんかキュウリ好きなメンバー多くね。なんかね。そうだよ。なんなん？そうだよ。ウォンちゃんも好きなんだよね。ゆめかちゃんも好きだよ。うん、めっちゃ言ってた。ね、どうやって食べんの？生。え、生をかじんの？かじるよ。本当に生？本当に生。ドレッシングとかつけて食べる。生じゃないよ。生じゃないじゃん。生は何も食べない。調理ってこと？そう、調理じゃないでも生は食べますよ。え、逆にさ、キュウリって焼くとやばくない？だから調理する人いないでしょ。いない。いないね。確かに。あ、そっか。そう、味噌とかつけて食べるね、よく。確かに。食べます。美味しいよね。私？うん。食べますよ。もぐちゃん。野菜食べんの？もぐちゃん。確かに。私、絶対に ASP で一番野菜食べてる。あ、そうなの？私、毎日野菜食べてるよ。え、なんかさ、デザートとかしか食べてる印象ない？わかる。わかる。なんか小さいポリポリ食べてる。ポリポリって言える。何それ？え、なんかいつも食べてるじゃん。おっとっととか。なんかちっちゃいクッキーとか食べてんだよ。もぐちゃんさ、カバンの中からさ、見えないよ。見えないよ、食べ物を出して口に入れるよね。そう。飴とかチョコとか。何を含んでるか分かんないよね、口に。飴とかチョコとかです。あ、そうなの？野菜。だけ野菜食べてんだ。え、そうだよ。スムージーとか作ってるから。ガチじゃん。小松菜とか飲んでるから。え、うまいの？美味しいよ。苦くないの？苦くないよ。私が一番健康的だから、食事。確かに。誰よりも野菜食ってるから、私。すごい。野菜は美味しいから食べるんだよ。え、何の野菜が好き？ポテトでしょ、これ。なんか違うんだけど。炭水化物じゃん。じゃがいもが一番好き。揚げるのが一番好き。違うじゃん。リオンタウンが？トウモロコシってさ、野菜？野菜、野菜。トウモロコシめっちゃ好き。え、美味しいよね。甘いよね。昔から好きだった。みんな甘いじゃん。確かに。確かに。みんなマチューダとか。あ、マチューダ。え、トマトは好きだよ。ミニトマトの方が好き。え、わかる。マジでわかる。ミニトマトの方が美味しい。わかる。小さいしね。うん。食べやすい、あれは。わかる。野菜先生は？野菜先生、キャベツ毎日食ってる。ツイッターでも言ってたね。毎日キャベツ作ってるよ。ウサギじゃん。そう、草食動物です。もぐさんは。ウサギ説あるよ、本当に。さ、台所にあのキャベツが丸ごとガーンって置いてあるから。え、こうやって一枚ずつ探して。全員、家族が全員自由に名前でも取っていいから。勝手にバイキングじゃん。そう、キャベツバイキング。暮らしだね。超いいじゃん。いいでしょ。うん。最高。最高。キャベツバイキング家族です。そうです。もぐちゃんは。よろしく。はい。じゃあ、それでは行きましょう。ピーキングストロベリー、アイスム。改めまして、こんばんは。 ASP のリオンタウンです。モグライアンです。マチルダーツインズです。ウォンカーツインズです。はい、今夜はこの4人がお届けします。はい、今日はね、録音放送になってるんですけど、うん、あのいつも進行してくれるゆめか先生、先生でね、ゆめか先生がいない時の進行のちいちい先生がいないから、今日はリオンが進めます。リオン先生、頑張ろうって決めたよね、今日は。リオン先生とかじゃないじゃん。リオン先生4人だよ。リオン先生4人でね、英語に済んだし、4人で頑張ろうね。4人で今日はチームワーク一致団結や。そうだよ。なんかさ、この4人で放送があるっていうのをさ、知った時に7人いたじゃん。そのみんな同じタイミングで知ったじゃん。結構みんなびっくりしてたよね。やばいやばいってなったよね。心配されたね。でも頑張ろうね。大丈夫だ。今のところ多分大丈夫だから、頑張ろうね。この調子で行きましょうね。はい。最近は？最近はね、ソーリーデビリリシャスビシャスのね、あの EP が発売延期しちゃったじゃないですか。そのお詫びに、あの全国 CD ショップに、あのアンギャという形で、はい。いたずらをしに行きました、全国へ。行きました。行きましたね。これ232に分かれたんだよね。そうだよ。だから、モグちゃん、ウォンカー、マチルダで行ってきましたね。そう。リオンタウンはね。リオンタウンはナイナイと東北に行ってきたよ。いいな、東北。3人どこ行ったんだっけ？関西ね。関西ね。とか行きましたね。ゆめかちゃんちいちは、どこ？名古屋とかって言ってた。行ってた。そちら辺です。はい。
どう？なんか食べたりした？食べましたよ。いいね。駅弁の食べたよ。あ、駅弁食べたの？海鮮の駅弁、海鮮の駅弁とか、うん、道頓堀近くのパリパリとか、そう、道頓堀。え、なんかご飯とか食べなかったの？え、だから、道頓堀の近くで、パリパリ、あの、貝柱とパリパリ、パリパリ食べた。貝柱とパリパリ？何それ？よくわかんないね。パリパリだった。え、リアンはさ、東北で結構海鮮丼とか牛タンとか食べたの？そういう料理系は？だから貝柱とパリパリだって。パリパリってのパリパリって何なの？串に刺さったパリパリだよね。パリパリはパリパリ。そう、なんかパリパリなんだ。本当に棒状のパリパリだった。え、薄い？薄い？え、じゃあこう、こう棒なってて、そう、あの、パリパリ。パリパリなの？パリパリしか言わないじゃん。ふわふわもしてたよ。え？怖っ。何食ってんだし。歯に刺さる系のパリパリだよ。そうそう、美味しかったよ。刺さる系のパリパリ。美味しかったね。はい。美味しかった。よかったね。チージーたちもなんか食べてたよね。ね。広島のね、お好み焼き食べてたよ。あ、そうだそうだ。お好み焼きだ。あとお土産もらったよね。もみじまんじゅう。もみまんもらった。もみまんって言ってたよ。生もみまんもらったぜ。生もみまんや。生もみまんもらいました。やるよ。めかちゃんたちから。クソな。生もみまんいただきました。いたずらは？いたずら？肝心のいたずらは？そうだよ、肝心な。何？何した？ならず者に来てくれた人にいたずらしてくださいって言ったら、私たちが手に油性ペンで落書きをしていいっていう。ね。楽しかったね。楽しかったね。背徳感でしたね、あれはね。人に落書きをするっていう。いや、楽しかったよね。楽しかった。え、あれ油性だよね。全然油性だったよ。そうだよね。消えたのかな。落ちない。水で洗っても落ちない。おぉ、すげえな。大丈夫？お風呂入んなかった人もいるし。うわ、私も落ちたくて。私も落ちた。え？ 2 日間あったからさ。そうそうそう。2日目まで。ね。あ、みんな残ってたわ。残ってて、お風呂入らずきましたとか、ラップ巻いてお風呂入りましたとか言って。うわ、おぉ、すごい。なんかいいな。私はラップ巻かないし、入んないよ。一番汚いし。入んないよ。入りません、ウォンカ。ありがたかったですよね、やっぱり。そうですね。初めての方もいましたし、各所の方も来てくださいましたし。ね、いっぱい会えた。そう、最後渋谷でね、うちら集結したよね。集結しましたね、なんかね。最後までびっくりでしたね、あれは。そうだよ。待って、騙された人誰だっけ？え、あ、ウォンカ以外全員騙され役で。ここだ。私が騙したの、メンバーのことを。いたずらしてきた。最低。そうそう、裏ソーリーデリシャスビシャスがあったんだよね。そう。我々もいたずらされてたっていうね。じゃあ、ウォンカどんなのしたの？まず、モグさんとチルさんにビリビリペンを仕掛けたり、あの、いきなりね、私が虫を食べ出したりとか、あらびっくりヤマトっていう、中身が蜂蜜の、あの、海苔に似たものを舐め出したりとか。いや、あれ動画出てるじゃん。動画見たのね。で、それ終わって、そのさ、やっぱこれってさ、ドッキリ仕掛ける人めっちゃ大変だなと思ったの。いや、絶対そうだよね。もう寝なかったからね。だけどさ、ウォンカーのさ、ドッキリ結構バレバレだったじゃん。本当にだよ、本当にだよ、困った。ね、そうそうそう。二人が困ってんなと思ったもん。本当にそう。いや、ウォンカーもおもろかったよ。ありがとう。ブーブークッションがおもろかった、ウォンカー。もう全然。あれさ、動画だとさ、あの、2回ぐらいさ、あの、やり直してるじゃん。なかなかブーブークッションがならなくてね。でもあれ、本当は5回ぐらいなど、ガサッとね、ガサッガサッなんなかったんだ。何って思って。難しかったね、あれね。いや、でも大変そう、マジで。ドッキリ仕掛ける。リオンタウンのあの、イヤホンがさ、しめじだっけ？そう、しめじ。あれ、やばくない？あれ、すごいね。衝撃だわ。いや、さ、うちらもツイッター見てたからさ、アンディ行きながらさ、その、ナッシャンなんでリオンタウンの T シャツ着とるんや。そうなの。集合の時からマジやばくて。そうだったんだね。あれね、なんか、今思うと伏線があったなみたいな時があって。あ、そうなんだ。そう。なんか前、撮影の時に、空き時間みたいなのがあったの。で、リオンとナイナイ、空き時間で、で、なんかナイナイに、なんかリオンの写真欲しいみたいに言われて撮られたの。今思えば、多分 T シャツの素材の写真だったわ。なるほど。スタッフさん持ってたもん、ファイルに入れて。見えたもん。みんなし。怖いな。楽しかったな。ね。楽しかったね。いっぱい考えてくれて。そう。そのデリシャスミシャスね、来週4月26日にリリースですので。うわ、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そして、その翌日の4月27日には、池袋サンシャイン噴水広場でイベントがあります。よっしゃー！
これはめっちゃ楽しみ。本当に。モグラやったね。本当に楽しみ。大きいんだっけ？でっかいよ。サンシャインシティだよ。え、ショッピングモールなんでしょ？さっき聞いた。全然ショッピングモールだ。2階3階からね。そう、3階から見えるよ。見えるよ。あ、真ん中に、あれか、筒抜けになってますみたいな感じ。そうそうそう。あれ。怖いね。緊張するね。やばいよ。緊張するね。楽しみ。楽しみですね。ぜひ来てね。はい、はい、お願いします。はい、それでは早速番組にメールが届いているので読んでいきます。はい、七つ者のネームメリーリョカッチさん、リョカッチさん、ありがとうございます。ありがとうございます。モグちゃん、ウォンちゃん、チルちゃん、リオンちゃん、こんばんは。こんばんは。私は今の仕事を始めて何年か経ち、不吉者な私でもようやく慣れてきました。でも初めの頃より頑張る精神みたいなのが薄れてきて、うん、モチベーションがありません、うん、そこで皆さんが今頑張れているモチベーションなどあれば教えてください。ニッコリマーク、ニッコリマーク、ありがとうございます。ありがとうございます。メリーリョカッチさん、リョカッチさん、カッチ、モチベーションってでもマジで大事じゃない？めっちゃ大事だと思ってるね。浮き沈みね、あるよね。なんだろうね。え、でも友達とかに相談するみたいな、あー、あるね。やばい、モチベーション下がってるみたいな、最近やる気ないみたいな LINE を仲いい人にして、うん、でもリオンがやる気ない時、友達はやる気ある時なの。だから友達を見てやる気出すみたいなのが多いかも。なんかないの？みんなやってないの？モチベーションね。うん、いやでもなんかその頑張る気力がなくなっちゃった時は、うん、え、やばいって、あ、全然頑張れてないってなった方が辛くて嫌になっちゃうから、うん、あ、もう今はじゃあ頑張らないって決める。確かに、もうここまで絶対にもう私は頑張らないって決めて、もう好きなことに全部、この決めた時間だけ全部趣味に没頭して、うんうんうん、ってなるとなんか結構だんだん戻ってくるから、確かにね、時間決めてもう考えないようにしてる。最低限のことしかやらないようにして、私もそうかって感じ。頑張れてない時ってすっごい辛い、うん、ね、頑張れてない時は辛い、頑張れてない時辛いから、うん、もう考えないようにする。確かに一回忘れるみたいなのめっちゃいい。沼っちゃうときついから大事かもしれないですね。メリーリョカッチさん、リョカッチさん、一回忘れて好きなことに、ね、没頭してみてたらどうですか。はい、戻るかもよ。はい、続いてですね、はい、七つ者のネームナナさん、ナナさん、ありがとう。 ASP の皆さん、こんにちは。こんにちは。皆さんはこれをしている時が一番幸せって瞬間はありますか？うん、私はスタードーナツのドーナツを食べる瞬間が一番幸せです。わかる、いいね。私もミスタードーナツ大好き。言っちゃってるやん。いいの？ミスタードーナツ。スタードーナツが一番好きや。いやでもわかんないよ、美味しいもん食べた時って一番幸せだよね。そうね、なんだろう。でも私寝てる時かな。寝てる時。幸せ。プロとか4日入んないでずっと寝てる時とか本当に幸せだ。マジで汚いんだけど。めっちゃわかる。なんでわかるんだよ。どんどん不潔になっていくのがなんか自分をちゃんと人間なんだっていうか、動物の本能を感じて、なんかすごく安らぎを感じますね、やっぱり。マジでわかんない。え、でもリオン結構わかるんだよね。なんでだよ。俺らに顔とか洗わない時いっぱいあるもん。なんで？毎日洗ってない。毎日洗ってない。え？一週間ぐらい洗ってないうち。え？ツインズさ、毎日メイクしてるじゃん。うん、だから毎日洗うかなと思って。いや洗ってないよ。シートシート。シートです。シートなんだ。マジ？なるほど、うん、はい。それでよく可愛いね。すごいね。いやいやいや、確かに。カバーすごいよ。皆さんは幸せの時？え、でもさ、なんか帰り道とか結構音楽聴くんだけど、うん、その帰り道にもう。虚無？無心、うん、無心で音楽聴いて歩いてる時が、その何も考えてない時っていうのが一番幸せな気もする。わかんないけど、ね、日常はね。そう、日常わかる。はい、どうですか、モグさんとか。モグリ結構同じかもな。あ、マジで、あるある。よく私も歩くからさ、うん、音楽聴いてて、うん、いや何度も同じ曲聴いたりするけど、うん、なんかこの日だけめっちゃこの曲ここがいいってなる時があるのよ。気づかなかったけど、ここめっちゃいいじゃんってなる時とか、マジわかる。めっちゃ曲に乗れる時が好き。おー、いいね、素敵。はい、じゃあこんな感じで、あの、今日はできる限り皆さんから送ってもらった普通音メールを読んでいきます。そして番組のツイッターのハッシュタグはハッシュタグレディオ ASP です。レディオは小文字で ASP は大文字ですからね。放送聞きながらたくさんつぶやいてください。
それでは1曲聴いてもらいましょう。来週4月26日にリリースされるメジャーファースト EP デリシャスビシャスより ASP でノーカラーズ。ASP がお送りしているピーキングストロベリーアンセム、こっからは私たちの近況フリートークをしていきます。はい、近況フリートークなんかありますか、みんなさん。最近ね、リオン、ゆりかもめ、電車ね、ゆりかもめに乗ったの、で、まあ、普通に電車待って乗るじゃん、なんかまあまあ混んでる電車だったんだけど、私の乗った車両になんか海外の方しかいなくて、ほう、本当に端から端まで全員海外の方、私だけだよ、日本人でしかもなんかみんな仲間だったの、なんかね、旅行行ってる、グループ旅行行ってて、だから仲いいのね、みんな、だからすごい外国語が飛び交ってて、私全部聞き取れなくて、多分英語とかじゃなくて、あ、何語かわかんないの、それですごい異世界みたいだったっていう。でもなんか席とか譲ってくれて、なんか優しかったよって。ほっこりですね。ほっこり、ほっこり、優しい海外だった。最近多いもんね。え、そんな海外多い。春休みなんじゃない？そうなんか、ね、私もあってさ、いや最近ちょっとライブなかったじゃん。だから、行ってきちゃって、夢の国。ああ、行ってきちゃって。いいね。そう、一人で行ったんだけど、へえマジかってさ、なんか結構みんなさ、締めにスプラッシュ乗るとか、スペース乗るとか、あれじゃん。けど私行ったスモールワールド乗りたくって、持ってきたのに、もう全然もうガラガラで、いなかったから、私一人で先頭で乗ったんだけど、後ろから海外の方全員来て、おぉ不変だけど、船じゃん。私先頭で一人だけこうやってポツンって乗って、後ろにもう全員満席で海外の方乗って。本場が本場。そう、めっちゃ歌うのよ。みんな仲間？そこも仲間、そう、みんな仲間で、みんな大熱唱するんよ。私だけこう真ん中でこうやって、超シュール、超シュール、面白い。締めよかった、いい締めだった、いい締めでしょう。大合唱、大合唱のいい締め、超シュール。私もちょっと迷ったけど、ちょっと無理だったわ、そんな、ちょっと無理だったわ。みんな英語で歌うの？英語、楽しそう、英語すごい、超楽しそうだったよ。これでさ、もぐちゃん歌ってたらおもろくない？とか言うタイプじゃないのよ、普通。じゃあ私は普通に一人で浸ろうと思ってたね、スモールワールドに。戦闘だから歌わなきゃ。ちょっと先陣切って、違うじゃん、母国なんだから。無理じゃん、無理じゃん、指揮者とかね、指揮者、本当に無理ねえ。おもろい、いいね、ディズニー。私はね、最近 ASP の曲、ラップ調の曲とか増えたじゃないですか。そうですね。なんで自分もそういう音楽の幅広げたいなと思って、ラップの曲とか聴いたりしてる。すごい、ラップ聴いてんの？聴いてる。いいの？エイビッチさん。え、そうなの？リオンも最近好きなの。でもあとラップバトルもめっちゃ好きで、夜寝る前めっちゃ聴いてる。なんか私が好きな方は、シウタさんと46さんのラップバトルで、もうめっちゃかっこいいのよ。めっちゃインフルで、そう、ラップバトル。どうやって勝敗決まんの、ラップバトルって？やっぱフロアが湧いてるあれじゃない？フロアが湧いてるあれじゃない？すげえ。そう、めっちゃ好きで、あと、女子高校生の卒業されたんですけど、KT ちゃんって呼ばれてる、女の方のラッパーもめっちゃ可愛いの。可愛いんだ。めっちゃ可愛いし、元気で、すごいハツラツとしている方で、本当に尊いですね、やっぱり KT 様。尊い。KT 様ですよ。推しじゃん。推しですよ。KT。いいね。寝る前に。そう、寝る前に聞いて。盛り上がっちゃうじゃん、自分が。寝れないじゃん。死にしちゃうじゃん。湧いちゃうよ。元気出して寝る。明日は頑張ろうってなってる。あ、そういうこと？そう。なるほどね。チャージしてから寝んだ。うん、チャージして寝る。聞いてみるね。いいね。確かに聞いてみる。めっちゃ面白いよ。私は、さっき二人も言ってたけど、私も、海外の方に、道尋ねられた。マチルダもかよ。多いね、今日は。道っていうか、駅、尋ねられて、
で私分かったからその駅、うん、そうでも英語は分かんないからさジェスチャーとさ知ってるこの英語しか言えないのね、うん、だからゴー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 しか言えなくて行っちゃうじゃん前に何でも目の前にあったの駅が目の前だからね、はいはいはい、駅があったからゴー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 って言って、うん、そしたら外国のお方が、うん、ゴーストレートって言って理解してくれたのゴーストレートゴーストレートオッケーオッケーセンキューセンキューって言って、うん、そう駅まで送ってあげましたっていう、うん、分かりましたね。いいエピソードですね、はい、生のゴーストレート聞けて発音よかったのめっちゃよかったよゴーストレートみたいな絶対違うレイとかすごいアクセントあアクセントも聞いててアクセントしたよすごい道案内できたんだちるちゃんできたよ聞かれたことないもん私もない、ね、結構うちあるよすごい話しかけやすいんだ、うん、じゃあ嬉しいそわそわしちゃったいつもそわそわしてる話しかけやるんじゃなくてウケるそれではここで一曲聴いてください ASP でゴーストレイトASP がお送りしているピーキングストロベリーアンセム。さて今夜は録音放送なのでいつもと違うことをしていきます。何私たちがバック以外の曲でどんな音楽を聴いているのか、うん、どんな音楽に影響されたかを話していきます。やっ やったこれすごくな い初めてだよ ねこんなんやんの、うん、みんなが聴いてる音楽とかは知らないし、ね、うん、全然知らないね全然わかんないよ、ねいやこれ今日知れるね、はい、いい機会です、いい機会ですね、はい、それでは早速マチルダツインズさんをお願いします。はい、はい、私がお届けする曲はビブラフェットのヌアールデジルです。どうぞお送りしている曲はビブラフェットでヌアールデジルです。もうこれさ、はい、好きかも。わかる、うん、私嬉しいかも。ちょっとさ、コピペして送って曲名。全然、OKOKOK、うん。これめっちゃよくない確かに。これなんか落ち着く、最初落ち着くかと思いきやさ、サビ盛り上がる、うん、上がる曲なんですよ。でもね、毎日聴いてる。あ、そうなんだ。私の好きな、うん、あの映画監督、グザ・ウェドランっていう方がいるんですけどね、うん、そちらの、あの、少女作品、マイ・マザーに流れてる楽曲でございまして、うん、でこちらの楽曲流れてるシーンが、あの、主人公が絵の具ってぐちゃぐちゃぐらいしてるんですけど、うん、その心のこの表現というか、解放というものを、この曲で表していると私は思うんですよ。あの、はい。あの後半になるについて結構激しくなるんですけど、うん、その激しくなるとかが、すごいすごいいいんで、あの、ぜひ聴いてもらったらいいなというふうに思いました。映画撮影と思ってました。はい、映画も見たいし。お宅の早くに送って送って全部送って送る知りたい知りたい。これめっちゃくない？これ何語？フランス？フランス語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 かっこいいよね。ね、わかる、巻き舌みたいな。うん、わかる、好きだよ。ぜひ聞いてみてください。どういう時に聞いてる？帰り道？うん、でも毎日聞いてる。あ、毎日？毎日聞いてる。いつでも聞いてるよ。寝る前も聞いてるし。かっこいい。これいい。これめっちゃいい。ありがとうございます。聞きます。じゃあ続いてはウォンカーツインズさん、はい、お願いします。私がお届けする曲は新生かまってちゃんでペンテルです。どうぞ。お送りしている曲は新生かまってちゃんでペンテルです。はい、好き。みんなすごい。かまってちゃん好き。大好きです。知ってた。うん、知ってる。知ってた。いや大好き。大好き。ワンペンテルっていう曲は、うん、あの歌詞がすっごい好きで、うん、なんか私学生の時もめちゃめちゃ聴いてるし、いや今でもずっと聴、うん、いているんですけど、うん、なんかジャポニカ学習中とか、うん、帰り道とか、うん、そういうの出てくるとやっぱりエモいですね。確かに確かに学生って感じ、はい、そうよね。わかるわかる。ちょっといっぱい迷っちゃった。他にもいっぱいあるんですけどね。わかる。かまってちゃんはね、2曲あるよね。で5分あるのでこの曲絶対、あの、5分あるのね。絶対聴いてください。絶対最後まで聴いてください。もう一回言わないと曲名、うん、新生かまってちゃんでペンテルです。みんなもう覚えたかな。絶対聴いてください。ウォンカおすすめ曲、はい、ゴリ押しですね。ゴリ押し大好きでございます。はい、はい、じゃあ続いてはモグライアンさん。私ですか。はい、はい、私がお届けする曲は
カラフィナで君の陣の庭です。どうぞ。お送りしている曲はカラフィナで君の陣の庭です。うわ、綺麗な曲だね。でしょ、めっちゃ可愛い、うん、そう、ワルツの曲なんだけど、SP とかよくさ、あの、うん、ロック調の曲とか多いけど、私は結構このワルツとか、ワルツ、ストリングスの曲が結構好きなのね。最初のオルゴールみたいな感じ、寝そうになった。いいでしょ、うん、いいね。いや、そういう曲も好きなの。遊園地みたいな曲、うん、すごい素敵。私の好きなアニメの窓マギのエンディングの曲なんだけど、うん、作曲してる方も好きだし、うん、アニメの BGM よく担当してる超有名な方なんだけど、へー、聞いてみよう。これってさ、いい、うん、歌ってるのってさ、声優さんじゃなくて、いや、うん、3人で歌ってた。そうなの。え、すごい、うん、いい、綺麗だった。ストリングスが好きなんですよ。なんかさ、この曲のさ、イメージすごいモグちゃんにめっちゃ合ってるって。モグちゃんだったわ。妖精、妖精みたいな。こういう曲めっちゃ好きなんだよね。え、いいよね。モグちゃんっぽくなかった。モグちゃんっぽい。この曲めっちゃいい。綺麗だわ、うん。浄化されます。わかるわかる。浄化される。泣けるんだ、この曲が。泣けるんだ。そう、アニメの歌詞とか。アニメ。歌詞。一応つながってるからね、めっちゃ泣ける。それは曲だけでも好きなのよ。確かに。梶浦さんっていう作曲家なんですけど。鬼滅の BGM とかもやってるんで、すごい、うん、超すごい人じゃん。めっちゃ好きです。聞いてね、アニソンだね。いいね、アニソン。そっか、アニソンか、ね、そう、アニソンだね。はい、じゃあではラストはアーシヒロさんです。アーシ、いい、いいよ、いいよ。アーシがお届けする曲はヘイズでエンブです。どうぞ。お送りしている曲はヘイズでエンブです。好き、バンド、そう、バンド、ヘイズさんっていう、その4人でやってる、もうギャルバンドなんだけど、本当にみんなギャル、ギャル、そう、でも一人一人結構タイプが違うギャルで、結構おもろい、そう、でもなんか最近結成して2年前とか、うん、最近じゃん、そう、そうなので、演舞って曲なんだけど、うん、ね、これめっちゃなんだろう、ライブで一番最後とかにやったりするような。そうなんだ。そう、ライブ想像したわ今。本当に絶対かっこいいな。本当にかっこいいの。めっちゃかっこいいね。めっちゃかっこいい。そう、これめっちゃ好きで、オーディションの時に歌った。あ、そうなの。うん、マジか。そうだから、めっちゃなんか思い出の曲っていうか、個人的にも、初耳だ。はい、初耳だ。すごい、大事な時とかに聴いてる。リオンは、私も聴こう。大事な時に送っといて、送っといて。恥ずかしい。恥ずかしかったね。恥ずかしかったね。はい、というわけで、私たちの普段聴いている音楽、影響された音楽でした。それでは ASP の曲を聴いてください。 ASP で背景ロックスター様。 ASP がお送りしているピーキングストロベリーアンセム。ではここからはならず者から届いた普通歌を読んでいきます。はい、はい、ならずの、ならずものネーム、ヒンタさん、ありがとうございます。モグさん、マチルダさん、ウォンカーさん、リオンさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しいラジオをありがとうございます。私は4月から就職で東京に引っ越してきました。慣れない都会生活を楽しんでますが、うん、初めての一人暮らしで悩んでいるのが片付けと掃除です。ASP の皆さんの片付けや掃除方法などがあったら教えてほしいです。リリーベやライブなどいろいろ行けるので楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。片付けと、片付けと掃除、ね、絶賛やってます。おお、すごいじゃん、すごいじゃん。春なんで、あ、買いたくなっちゃって、うん、もう収集つかねっす。いや、そうだよね。逆に散らかるみたいなとこあるよね。ちょっとおバカだからダメだわ、本当に。もうダメ、もう無理。このメンバーさ、片付け得意な人あんまいなくない？絶対いない。絶対いない。あ、リオンさんは分からない。え、リオン本当にゴミ部屋だよ。本当にゴミ屋好き。なんか知らない。脱いだ服とかね、床にそのまま置いちゃう。同じです。全然同じだわ。同じです。ね、今ハイタッチしようとしたよね、マチルダ。けど止めた。マチルダ控えめ、控えめマチルダだ。喋ってるからなと思って。わかります。足の踏みはないです。そうなの。だからために溜め込んでから、なんか結構やっちゃうタイプ。あ、そう、私もで、うん、やっとやり始めた。もう偉いな、ね、もうダメだわ、捨てられないし。確かに。どうしたらいいんだろうね、片付けって。片付け、
なんかそういうさ、業者呼べばいいんじゃないですか。ねえ、またそういう人に頼む。でもさ、友達とかを定期的に家に呼んで、だから友達が来るから片付けなきゃみたいな方向に持ってきました。絶対やるね、それは。いいね、それは。ね、なんか目標みたいなの作れば。確かに。目標を作る。目標を作る。友達呼んでみてね。物を床に置かない。大事。絶対そう。じゃあ、確かに。じゃあ、どこでも呼んだ。いや、吊るせ、吊るせ、吊るせ。吊るせばいいのか、吊るせ。でも分かる。椅子とかにめっちゃかけるよ、リオン。分かる、分かる、分かる。10個ぐらいかかってる。分かる。私ベッド、私はベッド寝れないじゃん。突っ張り棒を買いなさい。あー、確かに。私大量に買ってきたから。何でも吊るしてるよ今。いいね、突っ張り棒歩けるようになるよ。 QRI 爆上がり。 QRI QOL じゃない。 QOL だ。 QOL 生活の質爆上がりってこと。 QOL っていうの。そうだよ、 QOL 爆上がり。クオリティオブライフだよ。クオリティオブライフ、かっこいいじゃん。習うよね、これ。そう、習うよ。いつか習ってね。そうだよ。 QOL 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 爆上がりっす。本当だよ。え、話が恥ずかしいぞ。おかしいな。ミスった。次のメールいきましょう。はい、次のメールいきます。ならず者ネーム、どこきのこさん、こんにちは。こんにちは。と、最近暑くて服装が決まりません。どうやって決めてますか。なぁ、それね、服装が決まりません。最近暑くなってきたからね。私昨日ね、半袖デビューしたよ。あ、ね、下に着てたね。でも分かる。でも T シャツ着てればいいんじゃないですか。とりあえず隠すとこ隠す。そうそうそう、隠すとこ隠して食べれば大丈夫でしょ。やっぱ布なんで、結局は布だよ、布。原始人生活。マジかよ。なんかさ、モグちゃんとかさ、いろんな服持ってんじゃん。いつも違う服見る。そうそう、気になる。なんかもう嫌になってしちゃう。でも多すぎて、もう決めらんないみたいな。いや、でも決めるの楽しいよ。うん、へえ、いいじゃん、別に好きなの。色合いとかで考えてる。あ、うん、色合いはね、考えてるよ。へー、さすがですね。バランスとか考えるの好きだよ。いいね。え、なんか参考にしたりとかしないの。え、参考に。あ、私ね、あの、愛子さん、なんか、もう服が好き。すごい。めっちゃ好き。芸能人とかね、そう、服見て真似してみるとか。いいですね。参考にしてみたらどうですか。してみー、楽しいよ。参考に、確かにいいね。好きな人真似る。うん、いいね、それ。いいね。じゃあ次、次読んでいいですか。ならず者のネーム、わかめちゃん、ありがとう。ありがとう。こんにちは。いよいよ今月末からツアーが始まりますね。はい。私は初めて沖縄に行くので、とてもとても楽しみにしています。そこで質問なのですが、 ASP の皆さんはライブ先に向かう移動中、何をしていることが多いですか。久しぶりに飛行機に乗るので、おすすめの飛行機での過ごし方などあったら教えてください。だって、これ気になるメンバーのやつ。ライブに、初めて沖縄。いいね、いいね。ありがとう、ありがとうございます。楽しみだね。うちなんちって感じですね。うちなんち、は、怖い。は、飛行機みんなどうやって過ごしてますか。みんな何してるの。レオさん、ドラえもん見てるんでしょ。ちょっと待って、それは新幹線。あれ、新幹線なの。え、違うっけ。わかんない、忘れた、忘れた、忘れた。飛行機ね、ネット繋がんないもんね。そうだよ。何してんの。私、あの、音楽聴きたいけど繋がんないから、あらかじめ音楽を、あの、なんだっけ、ダウンロードみたいな。ダウンロードして、それで聴いてたりとか、写真を見返して寝るか。かわいい。写真見返すしかできないもんな。そう、飼い猫を見返して会いたいなーって思いながら。遠ざかってからね。そうね、遠ざかってくると。大体でもみんなメンバー爆睡してるよ。そうだよね、寝ます。みんな寝てます。飛行機ってさ、むずくない。なんか寝ようと思ったら着くんだよね。わかる。そりゃそうね。うん、なんかちょうどいいタイミングで着いちゃう。もう寝る寸前って時に、なんか着陸しますみたいな言い出す。わかるわかる。寝てもさ、なんかさ、気圧っていうの、耳が痛くて寝れないんだよね。なるほどね。私、寝ると金縛りになる、横動きで。ああ、めっちゃわかる。飛行機に。じゃあ寝るのあんま良くないのかな。寝るのおすすめじゃない。ずっと外見てる。ああ、外見るのいいかもね。確かに、一生雲見てるね。ね、なんか面白い家とかあったらいいんじゃないですか、そこで。そう、見てる見てる。いいね、建物とか。おお、いいかもね。空見る。じゃあどうする、通路側あったら。やっぱ隣の人でしょ。隣の人見るってこと。はい。え、でも分かる。電車とかでさ、スマホとか見ちゃわない。見ちゃう、見ちゃう。
ね、同じ。いや、やだ。めっちゃめちゃ楽しい。気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。それが怖くて、うん、めっちゃ隠しながら見てる。え、リアも隠してるよ。私も隠してるよ。超暗くして。わかる。フード被ってる時もあるもん、うち。見ないで。見ます。じゃあ、隣の人のスマホを見るということで。はい、お願いします。いいと思います。いいと思いますよ。そうかよ。はい。それでは、ここで。曲をいきましょうか。はい、お願いします。ここで1曲聴いてください。 ASP で Let's Go As A Weird。 ガールズガールズガールズフルーブーストスピーキングストロベリーアセブエンディング。早いよ。え、早くない？早いね。うん、あと5回いけるね。え、あと5回いけるね。おかわりしたい。おかわり無理です、無理です。あ、無理ですか、先生。楽しかったですね。え、よかった、いけたね、うん、よかった。大丈夫、感想ですよ。楽しかったじゃん、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。このさ、曲、みんなの曲聴けんのめっちゃよくない？あ、よかった、よかった。なんかまたやりたいよね。すごい、めっちゃ新鮮だったし、色出てた、わかるなって感じです。みんなの聴けますね。ね、そう、マジで聞くね。ありがとうね。みんなも、皆さんもぜひ。調べて。はい、ぜひね。他のメンバーのとか知りたくない？知りたい。ね、全然想像つかないね。いや、めっちゃ迷ったんだよ、でも。何にしようか。あ、迷ったね。わかるよ。全然。聞いてみてね。はい。聞いてみてね。はい。それではここで、ASP からお知らせです。さっきも言いました、来週リリースの、デリシャスビシャスという EP を引っ提げて、4月30日から、キリング ASP ツアーを回ります。回ります。もう少しだ。そして7月2日にはゼップダイバーシティにてツアーのファイナルがありますので、はいはい、ぜひぜひいろんなとこ回りますので、7カ所ですか、うん、7カ所回らせていただきます。回りますので、ぜひライブに遊びに来てください。お願いします。お願いします。はい、この後夜9時からは四千頭身さんの四千ミルクです。そして再来週のピーキングストロベリーアンセムも録音放送です。それでは I want let you go を聞きながらお別れです。お相手はリオンタウンとモグライアンとマチルダーツインズとウォンカーツインズでした。それではマチルダ、はい、お別れの一言どうぞ。はい、クロノススタジスって知ってる？知ってる。知ってるよ。知ってる？うん。時計の針が止まっている現象の子だよ。なるほど。